やっていきましょう。シェムパート15でございます。12月8日月曜日午前8時30分。あ、ちょっすっかり忘れとった。ちょっと待って、サブイベント、シェムのサブイベント発生状況一覧っていうのが見やすいのがあったんだった。これ見ようと思ってね。こういうサブイベントが全部載っちゃってる動画があるんですね。一応まだ時間、今日時間いっぱいあるからね、見ていこう。これ見たね。父の置き手紙、これ見、読んだね。桜の木の下で読んだ。友人とは何か、もう読んだ。子供の名、子猫の名前を読んだ。山の時は探せはやってないんだよな。まあ、山岸さん家を探す時すぐ見つかったからね。技伝授見た。サッカーボールトレ見た。えのきとの衝突っていうのはこれなかったんだよな。これを見ると次に続く原崎を助けるが発生するので、ぜひとも発生させようってこれには書いてあるんだけど、残念ながらこれ未です。で、山岸の技伝授は見た。で、ビリヤード勝負は、いつの間にか、あ、そのハートビーツをね、行く間に迷ってりゃよかったんだけど、あっさりすぐハートビーツ見つかっちゃってね、見なくてよかったね。面白そうだけどね、ビリヤード勝負ね。このイベントがあったらな、毎日1回ビリヤードが楽しめたんだけどね、残念。で、原崎を助けろっていうのはこれもできなかったね。で、王さんおごるぜ、これ何回もやってるね。近づくと自動的に発生するので注意。ジュースをおごることはこの段階では重要ではないので、所持金と気分でおごるか決めようとかって書いてある。毎回おごらされてるわけね。名前決定、まあ耳だね。えのきの復讐ってやつもこれもないんだな、残念ながらな。だからこれ結構、原崎を助けろ、えのきと衝突、このイベントたちがね、全部受けられずじまいってことになっちゃいました、残念ながら。いやー、これもっと早めに見ながらやってたらよかったんだろうけどね。申し訳ない。見たかった人たちには申し訳ない。お腹を空かせた子猫。基本的にもうないね、この段階でできるって。長えな、まだ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 あるね、先が。今なんかありそうなイベントは特にない感じだね、どうやら。どこからどこまでのっていう次元で言うとね、山本家を探してもやってないし、福さん見てくれっていう、ロシアで手紙読んだ後とかっていう、この辺まだだしね。ちゅうことでね、スタートです。今読んでる間もしかして時間進まなかった？そいつはよくねえな。あれ、イベントが発生している。親父の仇は必ず取る。敵っちゅうかさ、友を大事にしろとか言って敵取ってくれなんて親父言ってなかったでしょうが。亮さん、言ってなかっただろうが。福さん、久しぶりに相手をしてくれないか。はい。戦うんですか？手加減なしですよ。福さんだ。全部受け流してる気がするな。こいつはどうだ？どうだ？よし。うわっ。ただ殴り合いしてるだけやな。武道の武の字もでこれ。何ですか今の技？重ね当てを繰り出しとこう。いつの間にそんな技を。山岸のおじいちゃんが教えてくれました。
どこに当たったんだこれが。この週のイベントいつになって終わるんですかね。いい攻撃だ。ジャイアントグラム方式でこの。よし。なんかある程度減らしたんだろうきっとね。時間経過じゃないと思う。久しぶりです。リョウさんと手合わせなんて。あ、ほうか。少し結構治ってるね。え、まさか何か手がかりが。包帯が取れてる。中国人の組織に接触できるかもしれない。怪しい不穏なワードの中国人の組織って先生を殺した奴らですか。まだわからない。まだわからない。リョウさん、一人で乗り込んでいくつもりですか。あんな恐ろしい奴らを相手にするなんて。そうするしか他に方法はないんだろう。気持ちはわかりますよ。でも危険すぎます。先生でさ え簡単に覚悟はできてるさ。簡単に殺されてるというのに。リョウさんに万一のことがあったら、うん、俺、先生に申し訳が。心配ないよ。ほう、心配ないとは。まさか、リョウさん、そのためにいきなり稽古を。深谷そんな、お願いです、考え直してください。心配ないよっていうのは、俺が死んでもこの道場は福さんが継いでいくっていうような気持ちをね、今ね、言ったんだろうね。気持ちを暗に理解しろ。リョウさん、いや家としてはどうなんだろう。葉月家も、うん、稲さん聞いてたのか。どうかおやめください。リョウさん、できない。そこをどいてくれ。お願いでございます。先生のご意志をお継ぎになり、道場をお守りください。本当だよ。俺には親父が人を殺すとは思えない。ああ、その事実が気になる。お待ちください。親父は人殺しをしないっていう、その濡れ衣を晴らしたい一瞬で。ございます。一瞬でというのならわからんでもないかな。かな。なんか時間が進行していっている。福さんと稽古をつけた後はシェンムーさ、あのここまでさーっとやってるけどさ、今まで何があったのかとかある程度まとめてった方がいいよなと思う。前回何やってかったかとか、ね。ちなみに前回やったのは堀氏の人のとこ行って、先生がお亡くなりになった後で届いたものでございます。前回、パ前回とその前回、予感がして13と10を使ってやったことで、さんにはお渡しすべきでないと思い、今日までしまっておりました。ほう、中国語の手紙。中国語の手紙。でもどうして。これ以上危ない真似をしてほしくないからでございます。どうか亡くなられた旦那様を心配させるような真似は慎むと、いいねと約束してください。この約束、いいねさん守れるのか。どうぞ、いいねと約束してくださいまし。わかった、約束するよ。とですよ。このおばあさんとの約束みたいな、こういうシーンがね、おばあさん、おばあさんシーンがね、なんともシェンムーに深みを与えてるよね。キャラクターはなんかこう美少女ばかりで固めてないって、そんな感じでね。中国で彼は手紙を受け取った。これか。中国語といってもあれだな、逆じゃね、字じゃね、俺だと思ってやるわ。言うこと中国語これ。中国語かな、こっちから読むような気がする。こうか、こっちかじゃねえか。字がわからない。中国語かなこれ。中国語1と中国語2を履修して単位を持ってるんだが、しかし字がなんか漢字が読めんわ。難しいね中国語。この技書は一体いつ読めばいいんでしょう。時間潰しがてら見ていきましょうか。
時間を潰すときに見よう。こたつ。なんかね、このセガスターンできた気がするんだよな。なんかソフトがないからだと思うけど、持ってないもんな。なんかソフト手に入れられた気がするんだよな。いつもすまないな、イネさん。書いてあるわけではない。サブイベント発生状況一覧にこれは書いてない。先ほど見せた、ね、ページのね、サブイベント発生状況一覧にはなかった気がする。曲がね、重々しいんですね。なんかあるなと、なんかあるなと。ここのシーンまでもなんか重々しいね。リョウさん、そういえばイネさんと何を話していたんですか。中国語の手紙をされたよっていう、そういうお話ですね。手紙ですか、中国語。もう寄ってくる段階で中国って分かった。まさか先生を殺した犯人じゃ。分からない。畜生畜生。誰か中国語の読める人がいるといいんだけど。いくらでもいそうだけど、リュウさんとか東王子さんとか。いくらでもいそうだけど。王子さん、リュウさん、この二人が有力。まあね、面白いよな。ここまで来ると面白いんだよ、シェンムーって。なんかその町の人たちのさ、いろいろこう問題解決していくのがさ、ここまで来ると楽しいんだけどさ、やっぱ序盤はなんかこう何やってんのよくわかんねえやって感じだもんな。しかし雨だな。雨止んでほしいな。とりあえず猫に餌やる。とりあえず餌に猫をやる。餌に猫をやる。今日は煮干しをあげよう。ほら、腹減っただろう。腹減っただろう。割と餌いっぱいある。うまそうに食べるな、こいつ。きっと美味しいんだね。うまそうに食べるな、こいつ。そのうちまた持ってくるか。きっと美味しいんだね。うわーい、ありがとう、お兄ちゃん。美味しいからうまそうに食べる。眺める。眺めるだけ。話しかけても大したことないよな。めぐみが呼ぶとね。本当かい。本当だよ。呼ぶと返事をすると、行こう。そんなことよりも大事なことはこれから待ってる気がするんだ。時間全然余裕あるよな。まだ11時だしな。3時にゲームセンターでっていう待ち合わせなんで、まだ4時間ぐらい時間がありますね。外でブラブラ4時間も近。なんかある。どうした、どうした。サングラスしたおじさんにサッカーボール取られちゃったんだ。すごいな。お兄ちゃん呼んできたら返すって。なんだと。どこだ。そこの空き地。引っかかったな、小僧。引っかかるもクソも。何？タトゥーショップでの礼をさせてもらうぜ。ああ。礼を。帰ってろ。ゲームセンター行かなくてよかった。ゲーム屋に行かなくてよかったのか。もうここで決着つけりゃいいのね。重ね当てだけで。重ね当てだけで。口ほどにもね。そこまでだ。おお、卑劣な野郎だ。後ろ後ろ、志村後ろ後ろ。ガキが手こずらせやがって。二度と俺たちに盾つくんじゃねえぞ。避けようと思って十字キーをこうあれしたらもうそうなっちゃう。またそこまでだ。繰り返しかよ。
しめの後ろ後ろ A ボタン。はい。ほう。ニュータイプかよ。くそ、このままで済むと思うなよ。ニュータイプかよ。何後ろの気配に大丈夫か。シェイシェイってもしかして中国人か。うん、中国人か。コウブンか。コウブン、コウブンです。お兄ちゃんは葉月だよ。葉月亮。葉月のお兄ちゃんか。ああ、葉月のお兄ちゃん、シェイシェイ。西中国人まだって言ってます。中国人か。あなたは中国人ですか。西。あ、違う、目を見ようと思った。今この手紙を唯一の手がかり、ここから次につなげていくしかないが、一体誰なら読める。すみやさん、時間潰さなくて済んじまった。中国語が読める。あら、これでもおばさん短大時代にちょっとかじったのよ。ニーハオなんてね。実は読んでほしいものが。あらやだ、難しいのはダメよ。こんにちはとありがとうしか覚えてないから。ニーハオとシェイシェイしか。担当の先生がかっこよかったからちょっとやってただけなのよ。はあ、役に立たねえこのおばさん連中。 あら、りょうちゃん。近藤さん、中国語が読める人を。そう、ドブ板の中国の人。そうですか。役に立たねえこのおばさんたち。まあ、得てしてそういうもんだな。しかしな、しかし恐れるのはね、恐れなければならないのはこのおばちゃんたちに聞いたという事実が恐れなければならないよね。これによってあれだよね、あの、ある程度噂が流れて、葉月くん、葉月さんちの涼さんが中国この手紙を読むようなことで人を聞いてきたわよっていう話を。中国語が読める人を知りませんか。街中に広まっちゃう。まあ、街中の人に聞いてるからいいんだけど。懐かしいな。懐かしい。陸軍時代に習った。陸軍時代だ。というより習わされたんだが。ほう。読めるんですか。読めるんですか。いやいや、もう忘れてしまった。アジイチの主人に頼む方が。そうですか。当時さ。しかもこれがヒントになると。すっ飛んだな、また。いろんな人に聞きながら行ってみますか。あ、そうか、さっきあのコーヒーおごるようのコーヒーおごるじゃねえ、王さんおごるぜってやつは、そうか、今この時間にいないのか。リュウリ発で聞きたいんじゃないの。とりあえず当時さんに聞けと、さっきの山岸のおじさんには聞かれたけど、確かここも中国人の方がやってるって言ってたでしょ。ババリュウ、すいません。すいません。どうも葉月さん、この手紙を読んでもらえませんか。中国語だと思うんです。あ、もう出すんだ。はあ、はあ、なんて書いてあります。すいません、ちょっと読めませんね。ほほ、変わった文字が多いんですよ。ほんまよね。ですので。そうですか。他に誰か読めそうな人は。うん、何しろ初めて見る字ばかりで、どの地方の中国語なのか、うん、同じ中国語でもフランス語とドイツ語ぐらい違うのがありますからね。そうですか。広東語と四川語とは全然違うんだ。そういうのは。他に誰か読めそうな人は。うちのおじいさんもこんな変わった字は書きませんから。中国語っていうのは。そうですか、どうも。何のヒントもくれんと、そういうことですか。すいません、こっちの人に聞くと。どうも、はず、この手、中国語。はあ、はあ、なんて書いてあります。すいません、変わった文字が。そうですか、そうですか。リュウさん。あー、もうリュウさんいいよ。うちの読み一口。そうです、どうも。そうですか、どうも。行きます、もう帰ります。
役立たずだった、リュウさん。中国語がわかる。旅行者とかあったような気がするから、そこで聞くっていうのも手だと思うけどな。あ、20分だ。ということで、ここら辺で一旦切ります。ドタバタっとしてますけどね。3時まで待つつもりが。ちょっと突発的にイベントが発生しちゃったんで。パート15ここまでとします。パート16に引き続きますので、ほな、また。